あの島にいるっていう人と人とをつないでくれる神様というか妖怪というか、それが触れる。なんか作ろっか。こっちはだいたい片付いたし。さすがアキ、どうする、やる。島から出て東京で暮らす俺たち3人と1匹、洗面所にバサバサがガサガサでトゲトゲで、その不思議な生き物触れるには、触れただけで相手の心が分かるようになる。確かそれだ、特別な力があった。触れるって隠したいことまで伝わっちまうからな。先日助けてもらった。なんだよ、口で言えよ口で。わざわざ喋るの面倒だし楽でいいと思うけど。何これ、なんか聞こえたか。何も。ずっと僕はフレルが繋いでくれたから俺たち親友になれたんじゃない。それって親友って呼べるの。お前らとは立場が違うんだよ。断ったら傷つけちゃうって、あんたたち最低。嘲笑ってたんだろ二人して。腹の中に汚い気持ちがいっぱい溜まってって溢れそうだ。どうなってんのこれ。行くしかねえだろ。俺まだちゃんと話してない、手伝って。あの時手を伸ばすべきだったの。これからもずっと一緒にいたい。だから、ねえ。